まあちょっと軽くなれば、あーあったあった、なに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 、どうもどうも、魚でございます。魚のマインクラフトでございます。今回はですね、配信外でね、こちらの放牧地、まあなんかちょっと狭いんですけどね、作りましたわ。うん、ほんでもってね、こうね、馬小屋に入っていけるんですけど、ちょっと暗いんで、多分ね、足元にグローストーンかなんか埋め込むと同時に、あとなんかこちらもね、ちょっと隙間があるんで、うん、てかもうだいぶあれだね、神殿近いじゃん。あー、そっか、もうここまで開発したんだ、町を。ね、喋ってるとほんとね、時間なくなっちゃうから、早速行きましょうか。よーし、これでいつもね、馬がいるところに来たんですけど、おるか？馬。え、今日馬探しに行くってなんかあったんだけど、やろうと思ったんだけど、ねえ、おらんぞ。あ、いた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 。よかったよかった。このね、山をこう、ああ、白いのいる、白いの。白いの行くか。白いの行こう。で、なるべくね、個性的なやつがいいんだけどさ。うん、まあ行っちゃおうか。奥さん、奥さん。よし。どう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 。いい子だ。あ、もう白白でね、なんかようわからんな。ようわからん感じ。お、来たか？あ、結構こいつやるな。乗してくれ。乗してくれ。いいぞ。あ、来たか？来たんじゃね？来たんじゃね？よし。あ、まだダメか。ダメか。ダメですかね。あ、そうそうそう。あとね、前回のサムネイル。これ。このサムネイルはね、影モッドが入ってるんですけど、じゃあ、影モッドね、影モッドが言えないわ。影モッドが言えません。うん、影モッド入れましょうかね。なんかもうようわかんないですけど、このシェーダーズってやつかね、ようわかんないんですけど、モーションブラーですか、モーションブラー入れて。これやるとだいぶ重くなるんで、多分今日の動画、60フレームじゃないですね。多分30で出しますわ。うん。お、来たね。来た。ハート出たね、今。ねえ。じゃあ行きましょうか。モーションブラー。あ、気持ち悪い、モーションブラー。うん。行こうか。そっか、あとあれか。サドルつけないといけないのか。サドルつけて、馬鎧は金でいいや。金で行こう。お、かっこいいね、こいつ。うん。おー。モーションブラー。あー、なんかめっちゃ綺麗。久しぶりの影モッド。実はですね、グラフィックボード変えたんで、うん、まあそのテストでね、やったんですけど、多分この設定が、あれなんかな。あれなんかわかんないけど、そんなね、高フレームレート、高いフレームレートが出ないんで、うん、60フレームはね、きついかなといったところなんですが、わー、綺麗だけども、なんかマイクラ感がね、なんか気持ち悪いマイクラになるな、気持ち悪い。やっぱね、マイクラ質素な映像がいいんですけどね、こう、パッと見で水が綺麗なのがいいな。うん、いいですね、面白い面白い。ジャンプ、あー、ジャンプできない？来た、オッケー、いいぞ。行きましょう行きましょう。やっぱこう、なんかモーションブラーかかるからさ、こう、なんだ、映像がね、ちょっとこう、なんか、引っかかる感じ、ぐわっぐわってなる感じがいいね。うん、綺麗だけどもやっぱね、なんかカクつくな、カクついてしまう。いい感じの設定があればね、またなんか導入していきたいが、うわー、すげえな、松明が多すぎて。あー、こっちやね、こっちやね、馬小屋、こっち馬小屋。じゃあちょっと設定変えるか。モーションブラーじゃなくてウルトラ DOF とウルトラにしてみようか。ウルトラにして、フレームレートがね、全然出ないんだな。これで今87、61、動くとグンって下がっちゃうんで、なんでそれがきついんですよ。だから設定の、なんか視野狭くなってんな。視野普通にしたい、普通にして、ビデオ設定のチャンクの描画を落としてやれば結構安定するんですけど、いや、そうでもないな。もっと多分落とした方がいいんだろうな。なんか影の処理がね、だいぶ重たいんで、うん。なんかいい設定があれば、よかったらね、コメントで教えていただけると助かります。うん。まあ多分調べればすぐ出てくるからな。調べてもいいけど。あ、そう、あとさ、このさ、リード使ってさ、馬乗ってる時に馬引っ張れないのかな。それができれば、だいぶね、作業楽になるんだけども。奥さん、まさか。まさかこれあれか、この高さだとこれ馬出れないんじゃね。マジか。マジか。マジかマジか。あー、これあれやな、出れんやつや。馬これ監禁するやつやん。あー、ここじゃあ、ここ開けて開けて開けて。
あ、出れる。あ、面白いね。上を開けないと出れないっていうね、このなんか新しい方式いいね。でちょっと試したいのがそんなのどうでもいいんだけどさ、このリード使って、リードつけれる、こいつに。あ、つけれるじゃん。あ、連れてけんだね、こうやって。あ、じゃあこれで行こうか。じゃあフィッシュで行って連れて帰ってこよう。よし、じゃあそれで行くか。ではでは、ちょっとこれ通して、やっぱね 30fps ぐらいになっちゃうから、あー、まあ実況僕はね60で出したいんで、最近は。まあだったら入れないかなという感じの影モッドなんですが、まあ多分ね、いい設定を入れればいいんだろうな。うん、なんかわりかし滑らかに見えるけど、多分パッと見のね映像美でそう感じるのかな。うん、では行きましょう。いいですね。あー、すごい、なんか白飛びしちゃってるね。白飛びするね。わーお、露光がすごいな。よいしょ、飛んでけい。まだバーが見えないからね、バーを出せばいいけど、あえて出さずに。だ、大丈夫か、フィッシュ、フィッシュ大丈夫か。いけ、いいぞ、行きましょう。そうか、フィッシュも白にダイヤの馬鎧なんだ。うんうんうん、よーし、行くぜ。あー、こう川だな。馬でなんか結構通るんだ。先に道作った方がいいかもな。まあいいや、その辺はいいや。フィッシュはジャンプ力が微妙。フィッシュのジャンプ力、よし、行こう。リードを使ってな、リードを使っていきます。はいはいはい、画面バグる、画面バグる。画面がな、グラフィックはようわからん。とりあえず処理がね、まあちょっと軽くなれば。あーた、あった。なに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 、何が起こった？これ戻ったら死ぬよな。え？ちょい、タイトル。え、怖い。え、怖いよ。なに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 、え？え？壁の中で窒息、は？よーし、来た。てか、めっちゃ綺麗だな、街。松明どんだけ刺さってんだよ。やばいな。めっちゃ綺麗。ではでは。おー、綺麗だな。綺麗ですね。ビカビカ。よいしょ。よーし、来た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 。クモさんがおるな。このまま寝る？無理か。めっちゃ敵おるね。一旦あれだ。村の家の方で寝ようか。牛舎取って。お、綺麗、めっちゃ綺麗。やばいな、牛舎の中。よし、ただいま帰ってきたよ。いけんだこれ、すげえな。これで強引寝るか。強引寝よう。ここでおやすみなさい。寝れますか。お、寝れるじゃん。鹿馬の鼻息をね、こう食らいながら寝る感じ。よいしょ、行きましょう行きましょう。よっしゃ、屋根から行くか。屋根からジャンプ、いいね。行きましょう行きましょう。燃えてる燃えてる。雑魚かな、雑魚なのかな、どうしたのかな。いいね。クモさんこんにちは。あ、なんかおるな。お、燃やしたろお前、燃やしたる。ダメ、なんか引っかかってる。あ、やめろやめろ、馬攻撃すんな、マジで。やめなさい、あんたやめなさい。ちょっとやめて、やめて。オッケーオッケー。よし、じゃあ、あんたはここだ。上開けて。よいしょ。オッケー。ジャンプ力があるから、すごい、ゲージがね、全然溜まってなくてもね、ちゃんと入れるわ。いいですね。よーし、全部揃ったぞ。こちらはですね、ここがですね、馬小屋の中ですね。1頭、2頭、3頭、4頭、5頭、6頭、7頭、8頭。で、外に2頭いますね。うん、繁殖させたりとかでやりましたわ。どうすか、こいつ。かっこよくないですか、黒とダイヤのやつ。かっこいいんですけど、遅いっていうね。まあ、そんなやつとかね。またあれかな、名札がね、手に入り次第、名前を募集していく感じでいきましょうかね。うん。よーし、まあ、結構手間かかったんですけど、やだ、なんかおる、なんかおるぞ。なんかおる、あいつを倒して動画終わるぞ。こんにちは。こんにちは。どうした、友達？違うんか、お前。待っとけ。待っとけ。ほら、壁攻めじゃ。ほらほら、オッケーオッケー。
まあね、しっかりね、湧き潰ししないとね、こうなっちゃうから、うん。まあ、湧き潰しもね、なんとなく配信外でやっておきますよ。よーし、これで仲間が揃ったぜ。あー、なんかいいね。馬がたくさんいるとやっぱ馬小屋っぽいというか、だけどなんかこう、なんでみんな後ろ向くんだろうね。あ、こっち見た。こんにちは。フィッシュ。まあ、名前ビカビカやな、名前な。影元のせいでね。な、いいうんこありがとうな。よーし、いいですね。なんかこうね、馬の鎧をつけたり、なんかサドルをつけたりつけなかったりとかで、結構なんか見た目のね、差をつけられるんで、うん、いいですよね。結構この茶色系でもなんか模様が違ったりとかして、うん、なんか馬のなんか源泉じゃないけど結構楽しいな、うん、と思いました。ではね、今回の動画終わろうと思います。ご視聴、頭ねえし、ぶっ壊れたか、なんか間抜け面だね。うん、よーし、ではご視聴ありがとうございました。これにてね、馬小屋編は完結かな。うん、まあちょっとまあパート増えましたが申し訳ない。ではご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の高評価などよろしくお願いします。いいですね、やっぱ馬がいるとやっぱいいな。うん、馬がいるとこいつがね結構早いからね、お気に入りですよ。またなんか次回こいつに乗って冒険行きますか。よし、ではまた会おう。